配信を見てる人がボール見えてるのかな。Yeah!
はい、そうですね。選手の交代をお知らせします。飯能高校背番号10番静香由衣子選手に代わりまして背番号12番新田小春選手が入りました。背番号13番菅原のぞみ選手に代わりまして背番号7番吉田彩乃選手が入りました。Thank you.
Thank you.
ームの得点は後半25分伊豆高見高校9番伊能明人選手でした。関東高校背番号7番吉田彩乃選手に代わりまして背番号15番西瑞希選手が入りました。Oh!
ただいま試合が終了いたしました。第1試合女子準決勝、岐阜県立岐阜各務野高校と埼玉県立飯能高校の試合は2対0で岐阜県立岐阜各務野高校が勝ちました。岐阜県立岐阜各務野高等学校は明日の決勝戦へ進みます。両校の監督の先生はご自身にお越しください。